トミー、ドリームエナジー。はい、出ました。この機体はライガーゼロ。いやー、いいですね。まあこれはちょっとまだまだ俺にとって新しい機体なんだかな。はい、出ました、レッドホーンです。さあ、接近中。はい、これはライガーゼロ、シュナイダー。レッドホーンの3連砲が発射されます。ロックオン。はい、こちらライガーゼロ、イエガー。キュチュンチュチュン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 、走ってます、構わず走ってます。はい、最も俺の気に入っているライガーゼロパンツァーです。さあ、レッドホーンを一撃粉砕、恐ろしい機体です。はい、ゾイド、白金の重機神ライガーゼロです。前回の、ジェノブレイカー復活戦だったかな、あれがちょっとね、今難しすぎて、飛ばしてこちらの方、クリアできるかは分かりませんが、できるところまでやっていきたいと思います。プッシュスタート。続きから最初から通信とありますね。最初からいきます。 Welcome to Zoid's World。 君はどちらの国が好きかな、クエスチョンマークと。はい、エリック共和国、ガイロス帝国ありますね。まあ個人的には俺は帝国派なんだけど、まあストーリーを普通に進めていくならまあヘリック共和国でしょう。はい、ではこの共和国帝国でストーリーが変わるかどうかは分かりませんが、ヘリック共和国でいきたいと思います。はい、出ました、惑星 Z。 この説明ですね。西方大陸か。はい、いきなりです。あれはゲルダか、ゼロか。おーい、いきなりなんかぶっ壊されてる。帝国軍兵士、やった、当たったぜ。ソリッド出てきたような気がする。サガシリーズでソリッドスネークと一緒だからな、覚えてるぞ。今の砲撃がなんだ、ソリッド軍曹。何でもありません。君はやったのか。誰が砲撃の許可をしたんだ。許可を出したんだ。その独断か。終戦状態から遠く離れているからといって頼みすぎだぞ。我々帝国軍の一員としてここを守らなければならないと。守らなければなんたらかんだ。分かってます。でもこんな辺境の地に強国の奴らだって気がしませんよ。万が一ということもあると。はっ、でもうるせえなお前。とにかく今回だけは見逃してやる。早く配置につけ。はっ、ぶっ壊しまったよこの兵士。へっ、チェック子供のくせに。ブルージェム、ワープした時にいたような気がする。修理屋だったっけ、どうだったっけ。ブルージェム、気のせいか。今のはなんだ、爆発か。文字が潰れて見えにくいぞ。今のは爆発音。ああ、
大変な大怪我をしているぞ。こっちは、てん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 。ダメだ。反応がない。誰か知らんが、ひどいことを。てん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 。とにかくこいつだけを助けてやらなければ。ゼロか。このままでは、コモライガーの命は、命が危ない。遺跡で発見されたこの設計図、これを元に改造するしかないのか。やむを得ん。まだ解読が終わってないが、なんとかなるだろうと。他に方法はないんだ。これを使うしかない。今助けてやるからな。てん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 。まだ解読が終わってないが、てかどうやってお前運んだんだこのライガーゼロ。パイロットの名前を入力せよ。はい、アルスター。聞いたことあるな、アルスター。サーガに出てきたかお前。確か。まあ、変えたいと思います。今回ぴったりだ。そして確認せよ。いいえ、ダメ。いや、いいか、いい、ダメ。はいか、いいえじゃないな。お、どうした。なんだなんだなんだ。向こうで何かが起きてるんだ。地震か、これ。銀のライガーとは珍しい。こいつを捕まえれば帝国に帰らせてもらえるかもしれないな。そしたらこんなひどいところからもおさらばだ。 しまった。帝国に見つかってしまったか。ゼロ逃げるんだ。グルルジークみたいだな。操作するか。あお。うわ。さあ諦めてそいつを渡しな。うわ。せっかく改造がうまくいったんだ。帝国なんかに渡さない。じゃあ覚悟しな。待て。どうしたんだこれ。なんだお前は。危ない、来ちゃダメだ。事情はわからないけど、一方的じゃないか。戦う気のない相手にひどいぜ。うるさいんだよお前は。めんどくさい。お前も一緒にやられるぞ。うお。ガーッと。ライガーゼロが あの少年を守ろうとしている。君、名前は。どうした。ライガーゼロと共に戦ってくれ。君ならできるかもしれない。急に言われても。そいつはライガーゼロを無理やり連れて行こうとしているんだ。僕らを助けてくれ。なんだって。ゾイドノリでもない。そんなことに何ができる。子供に何ができると。頼りにされちゃほっとけない。行くぜライガー。グルルル。おお。アイアンコングと遭遇。ライガーゼロが襲撃。アイアンコングは森で戦い慣れていると。はい、出ました。攻撃特殊アイテムと、なんか特殊あるのか。
応急パックっていうの、これ応急パック、応急パック、じゃあ攻撃したいと思います。威力5、威力9、レベル1。ゾイド本体、小型キャノン、小型キャノン、やつ狙うところがあるんだな。どうしよう、ゾイド本体でいいのか、本体狙うか。いけ、あまり効かないだと、アイアンコングにあんまり効かない。キャノンを攻撃、小型キャノンを壊して敵の、おお外れた。どうだ、壊れた。いいぞ、これを狙っていた。やつを戦闘不能にするんだ。小型キャノン、ん、よしやれ、壊すんだ、やつを戦闘不能にしろ。亀裂が発生。じゃあ接近戦があるのかよ。壊れたぞ。やつ接近戦できるぞ。特殊攻撃はどうだ。ストライクレーザークロー。おお、敵を倒した。危ねえ。しかもかなり効くぞ。経験値を35獲得と。 30G を手に入れた。ギルか。負けただと信じられん。また来るぞ。なんだなんだなんだ、誰だ、なんだそれは。オソリッド、お前スネークどうした。我が軍の戦力をこれ以上損なうわけにはいかん。助けてください。また君か。それが済んだら軍法会議にかけてやるからなと。先に戻ってるんだ。これなんだこの機体は、見たことないぞ。これあなたが開発したのかと。改造したのは僕だ。遺跡から発掘された謎の設計図を元にし してね。そんな話さなくていいだろう。敵に情報を与えていいのか。遺跡から面白い話だ。面白いもの、面白いものか。もともとはお前たちのせいで怪我をしたライガーを助けようとしただけだ。なかなかの腕を持っている、持つ技術屋のようだな。なぜこんな辺境の地にいる。ゾイドを兵器に改造することに疲れたからだ。なるほど、戦いに疲れたか。今は引退してここで暮らしている。そ
それは宝の持ち腐れというものだ。それほどの才能を我が帝国に役立つだろう。このソリッド招待しようか。ふざけるな。僕は帝国なんかに協力はしない。これまでもこれからもな。無理にでも連れていくさ。その銀のライガーと一緒に。ちょっと待て、このパイロットは、ライガーのパイロットは俺だぞ。俺を無視して話を進めるなよ。ザグは黙ってろ。なんだと？すぐに向きになりやがって。それがザコだというのさ。好き勝手言いやがって。行くぜライガー。マジかよ、スーパージェノザウラーかよ、スーパージェノザウラーかよ。いきなり特殊で行こう。ストライクレーザークロのダメージ。よかった、かすり傷だった。さっきはこれでアイアンコングを一撃で仕留めたからな。70のダメージ。はい、戦闘不能。よかった、 AP0 だわ。敵を倒した。 OK、 なんか一撃だったよ。ライガーゼロは経験値を50獲得。50切れを手に入れた。切るかどうか知らないけど、なかなかやるじゃん。わずかにでも立ち向かえるの。わずかにか。銀のライガーの力だ。君は足を引っ張っているだけ、引っ張っているに過ぎない。なんだと、まだそんなことを。あ、なんだ、しまった。どうした。緩い地盤で戦闘したせいで地面がてん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 。何、なんだ、しまった。うわー、落ちたー。地面に穴が開いたー。気づいたか。おい、ソリッドも一緒じゃねえか。なんだここは。ここは俺たち穴に落ちたんじゃなかったっけ。てん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 。落ちたのは間違いなさそうだ。しかし地下にこんな場所があるとは。うわ、ここが地下か。地下にしてはかなり明るいな。とにかくどうにかして上に戻らなきゃ。どうしようか。好きにすればいいだろう。なんだよ、まだ威張ってるのか。今はそれどころじゃないだろう。地上に戻ろうぜ。それは僕に協力を要請しているのか。要請？ああ、協力して戻ろうぜ。断る。なんでだよ。君とは敵同士だ。まだ決着をつけてないぞ。何言ってんだ。そんな状況かよ。もっとよく考えろ。なんとでもいいが、僕は帝国に忠誠を誓った兵士だ。銀のライガーを帝国に持ち帰れば我が軍の有利は間違いない。だからどうやって帝国に帰るんだ。それはライガーを手に入れてから帰る、考えるさ。この分からずや。なんだ、ノラゾイドか。やべ、戦うぞ。
君とは手を組まないと言っただろう。一人でやる。この石頭。はい、ナロゾイド。プテラスか。戦闘不能。一撃やったー。敵を倒した。オッケー、忠告獲得。よかったよかった。はい、ライガー0、レベル1、 HP90、 AP が15か。うん、どういうこと。ああ、そういうことが15か。ライガー0がレベルアップしたと。オッケー。おお、上がった。 HP が上がったぞ。AP が17に上がった。攻撃が7。ん？攻撃がいくつか、いくつもあるぞ、これ。防御。これは一番下が、接近戦かな。で、下が、なんていうの、ミサイル？で、上がレーザーかな？素早さってあるね。攻撃、防御。OK。経験値があと200か。OK。はぁ、あ。やっぱり強いな、お前。あの人はライガーゼロって呼んでるけどな。俺もそう呼んでいいかと。ぐるる。あれ？あいつどこ行った？ソリッドってやつと、やつのゾイドがいない。戦ってるうちにはぐれたのか。あ、なんかいる。うわ、誰かいんのか。まさかオーガノイドとか。またノラゾイドか。ソリッドのやつが隠れてないだろ、そこには。そうか、ソリッドだな。今度は騙し討ちでライガーゼロを奪おうって言うんだろう。そんな手には引っかからないぜ、ソリッド。出てこいよ、出てこいや。あ、当てるんだぜ。ソリッドじゃないだろ。お、誰か出てきた。あれ、ソリッドじゃない。女の子、誰だ貴様。君は誰だ。聞こえてる？重機神。白金の重機神。てん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 。獣の姿の救世者。救世主か。救世主。な、おい、何を言ってるんだ？クエスチョンマーク。あなたは誰？今頃気づいたか、お前。今頃気づいたか。さっきから喋ってんだよ。え？どうして白金の重鬼神と一緒にいるの？白金の重鬼神ってこいつのことかい？こいつはライガーゼロって言うんだけど。重鬼神よ、間違いないわ。変な女の子だな。このストーリーで言う、まあ旧の話で、昔の話でいうフィーネ的な存在かも。しかして今度はダメり込んじゃったよ。てか、お前も穴に落ちてきたのか。それともこの地下住人の一人か。なんだよ。パルティのおじちゃんのところに一緒に来て。パルティって君の名前か。おじちゃんって、お、パルティか。パルティだな。パルティたち、この先の村に住んでいるの。
ちょっと歩けばすぐだからと。パルティ、村だって？こんな地底に村があるのか。あるよ、当たり前じゃない。じゃあ地下住人の一人なんだな、お前は。だったら地上へ出る方法を教えてもらえるかもしれないな。いいよ、行こうぜ。よし、じゃあ行きましょう。西の方角よ、左側。村に着いたか。ここがパルティの村よ。早速おじいちゃんに話してくるわね。おじいちゃんと。地上に戻る方法を知ってるか。はてなはてなはてな。なんじゃと。待って、おじいちゃん。老人。どこじゃ。白金の重鬼神はどこにいる。そこにいる須田が連れてきたの。地上から来たんだって。何、地上から。そこの少年、地上から来たのじゃと。クエスチョンマーク。あ、うん、じゃなくて、はい。事情を話すと長くなるの。まあそうなんだよね、長くなるんだけど話してやれ。話し終わったか。というわけなんだ。はい、話し終わりました。そのライガーゼロというゾイドが重鬼神者というのか。まあそれはまあ間違いないわ、絶対よ。しかしの、銀のゾイドが全部伝説の重鬼神とは限らない。限らんでな。パルティのことを信じてくれないの？クエスチョンマーク。いやいや、そんなことはないぞパルティ。だったら、うわ、キャ、助けて。すっげえ早かった今。暴走ズゾイドが来た。ゼロ行くぞ。いかん。ああ、いきなりバーサーキフーラーが出てきた。この村はひとたまりもないぞ。ゼロでなんとか食い止められるか。村を襲うなんてそんなことさせないぜ。バーサーキューラーかよ。なんかさっきから強いのが連続してないか。特殊で一気に決める。先制攻撃強いか。小型キャノン砲よ。え、いきなり戦闘不能か。これでいいのか。ゾイドが全滅した。う、なんて強いんだ。強さなんだ。加勢するわ。わしの村を救ってくれる少年を放っておけぬわ。どうした。これしかないだろう。他なんかあるか。キラーサーベルとコアドキャノンしかないぞ。特殊でもう一気に決めたいところ。サイクレーザークロー。はい、75のダメージ。5残ってる。キャノン砲12のダメージ。回復するな。ゾイド本体やっちまえ。5ぐらい食らうだろう。お、21のダメージ。結構食らうな。思ったより食らったぞ。戦闘不能。オッケー、敵を倒した。ふう、
ライガーゼロは経験値50を獲得。よし、あと150だ。え？We'll be right back.